新青年に掲載された狂人日記。狂人日記は中国の作家、路人によって1918年に雑誌、新青年に発表された短編小説。38歳であった路人の症状作である。中国の古い社会制度、特に家族制度とその精神的支えである儒教倫理の虚偽を暴露することを意図している点では、 路人も当時のの新市長と共通の認識に立ってたただ、この作品では、それを人間が人間を食うことへの恐怖感という、独特で、感性的な形で捉え、かつ、作中人物の、私が被害者であると同時に、加害者であるという、追い詰められた罪の意識に貫かれている点に、他の同時代者に見られない深刻さを指摘しうる。また、 以下のように直接的な背景を指摘する研究者もいる。狂人日記の書かれた年については、従来、1918年4月執筆で、同年5月15日発行の新青年4巻5号に掲載されたと言われてきた。しかし、上海の新聞、新報の出版広告や、修作人日記などの記述から、新青年史の発行は1ヶ月遅れており、 強人日記も4月でなく5月執筆の可能性があると後継藤井論文は指摘する。同論文ではこの仮説をもとに同年5月に北京市明日法社会面に掲載されたセンセーショナルな記事を元にして書いた可能性を指摘する。その記事とは恐怖が子を食べるという奇妙なニュース並びに両妻が自分の腕の肉を夫に食べさせ病気を治すという。 儒教的観点から書かれたニュースをもとに書かれたものであった。同論文は、路人が、講師憲夫が自分の肉を食べさせるという儒教社会と、それをマスメディアが賞賛するという事実に衝撃を受け、狂人日記の筆を取ったとする。狂人日記には、路人の同郷のいとこで、玄文つねというモデルがいるとされる。彼は、賛成省、重そば県で知事補佐官となったが、 ある案件の処理で脅迫を受けて、神経錯乱となり、1916年10月に、路人を頼って逃げてきたので、路人は彼を日本人医師の池田医院に一週間入院させた後、看護人をつけて証拠まで送り返している。ありがとうございます。